こんにちは、千秋夫婦です。今回は六本松に行ってきた日の Vlog になります。六本松は実は1回行ったことがあって、4月に福岡に家探しに来た時にこの六本松に来ました。その時は不動産屋さんに住みやすい街だよって教えてもらってきたんですけど、駅周りもねすごい綺麗なところだよね。うん、めっちゃ綺麗、うん、なんか東京でいう二子玉、二子玉がみたいな雰囲気がある、うんうんうん、確かに。でもその時はなぜかスタバにだけ行って帰るっていうことをしてしまったので、今回は六本松のいろんなお店を巡ろうという Vlog です。まずはうどん屋さんに行ってきました。 YouTube のコメントで教えてもらったうどん日和さんです。うどん日和さんの特徴は福岡県産の小麦で作った自家製麺と完全無添加のだしということで、とても楽しみにしていきました。今回まず注文したのは肉ごぼう天うどんです。やっぱりうどんといったらごぼう天ということで、一つはこれを頼みました。でもう一つはこちらのアボカドとエビ天ぶっかけです。アボカドが乗ってるうどんってあんまりないと思うんですけど、うどん日和さんではこのアボカドエビ天ぶっかけが定番というか人気のうどんだそうで、つゆ、にもアボカドが入ってました。今回注文したうどんは2人でシェアしながら食べたんですけど、うん、実際じゃあまずアボカド、うん、どうだった？美味しかった、ね、なんかアボカドとうどんって合うのかと思ってたけど、うんうん、全然合うしめっちゃ美味しかった、ね、美味しかったよね、うん、しかもなんかのエビ天もさ、うん、熱々でさ、うんうん、すごい美味しかったよね。確かに揚げたてでね、うん、なんかつゆも私なんかちょっと濃いのかなと思ってたけど、全然そんなことなくてすごい好きな感じだった、うんうんうん、なんかイメージだけど、うん、女性が好きそうな、うん、まあ、うどんだなってちょっと思った、うんうん、アボカドとか、うん、私すごい好きだよね、うん、はい、じゃあ次は肉ごぼう天うどん、はい、どうでしたか？美味しかった、まあ、安定の美味しさっていう感じ、うんうんうん、まあ、そりゃそうよね、うん、だって肉うどんとごぼう天うどんっていうそれぞれ美味しいものが融合されたら、うんうん、そりゃうまいよね。そりゃそうやな、うん、確かに。でなんか麺はあの口コミだと結構さぬきうどんみたいにコシがあるって書いてあったけど、うんうん、あったかいうどんの方はそんな風には思わなくて、うん、私柔らかいの好きだから柔らかくなっててすごい美味しかった。うんうん、美味しかったね、うん、でだしは結構甘めな感じかなと思った。うん、どうだった？甘かった、うん、最後の一滴まで飲んじゃったもん ね美味しすぎて全部食べたはい、そして食べ終わったので次に松パンっていうパン屋さんに行きたいと思います。小麦の後に小麦を食べに行きます。うどん日和から、うん、もう徒歩30秒ぐらいの場所にあるパン屋さんです、うん、はい、まあ、こじんまりしたパン屋さんなんですけど、この手書き感がすごい可愛いよね、うん、店内も可愛らしい感じだったね。うん、しかもパンもさ、うん、どれも美味しそうだったよね。うん、美味しそうだった。結構種類もいっぱいあったから選ぶのにめっちゃ迷ったね。めっちゃ迷った、うん、どれも美味しそうだった本当に、うん、そうそうそう。松パンではそのイートインもできるんですけど、実はその隣にあるコーヒーマンっていうカフェで買ったパンを持ち込んで食べることができます、うんうんうん、なので私たちは今回はイートインせずに隣のコーヒーマンに行ってきました。うん、なんか隣のさパン屋さんのパン持ち込めるっていいシステムだよね。めっちゃいいよね、うん、ウィン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 、うん、ではここから松パンで買ったものを紹介していきます。イエーイ。今回は全部で6つのパンを買いました。1つ目はこちらのクロックムッシュです。中にハムとチーズが入ってて上にホワイトソースが塗ってあるパンです。2つ目はあんバターサンドです。見た目よりパンが柔らかくてすごい食べやすかったです。コーヒーによく合うです。3つ目は細いソーセージのパンです。私ソーセージのパン好きだから買いました。4つ目はクロワッサンです。クロワッサンすごい層になってたよね、うん、めちゃくちゃいいクロワッサンって感じ。5つ目はきなこパンです。私きなこパンも大好き、美味しかったです。6つ目は、フレンチトーストです。このフレンチトースト見た目よりすごいずっしりしてて、あの中までしみしみでした。以上の6つが購入したパンです。ここでは3つのパンを食べました。このコーヒー入れてるところがなんかおしゃれすぎて見とれてたんですけど、うんうんうん、テーブル席で遠かったので次はカウンター席で見たいと思います。コーヒーマンさんのコーヒーは1杯500円です。ここのコーヒーマンのマスターは日本一の焙煎士になったことがある方で、まあ、その方のコーヒーが500円と飲めるのはかなり安いと思いました。
これめっちゃコーヒー美味しかったよね。美味しかった。なんかごくごく飲んでたもんね。ね、あっという間になくなった、うん。ブラックなのに。うん。で私の方はあの秋のブレンドだったからすごい香りも良くて、うん、うんうん、本当に美味しかった。で早速松パンさんで買ったパンもいただきます。ちなみに私たちは松パンでパンを買ってコーヒーマンに持ち込んだんですけど、コーヒーマンにもパンは売ってありました。と私たちが行った日はシナモンロールとシュトーレンがありました。どっちも松パンさんで作られてるものです。じゃあ今回食べた6個の中で一番美味しかったのはどれですか？なんか家で温めて食べたからっていうのはあるけど、クロックムッシュ。ああ。私初めてクロックムッシュ食べてすごい美味しいパンなんだっていう発見があった。ゆうさくはアンバターサンド。ああね、まだよね、安定のね、好きだもんね、うん、はい、美味しいパンと美味しいコーヒーをいただいたので、続いていくのはコーヒービミさんです。またカフェです。はい、で道中見つけたのがアマムダコタンです。これは博多駅にあるダコメッカの姉妹店みたいな感じです。このアマムダコタンは最近東京の表参道にも進出したらしいというふうに東京の友達に聞きました。やっぱ表参道にできただけあってすごい行列してるらしいです。でもそりゃそうだよね。だって福岡でもさ、かなり行列作ってるんだからさ、うん、表参道に作った日にはさ、もう溢れかえるよね。確かに。先ほどのコーヒーマンから歩いて20分ぐらいでコーヒービミさんに着きました。もうほぼ大濠公園ぐらいの位置です。ここも YouTube のコメントで教えてもらったカフェになります、うんうん、まあ、カフェっていうか喫茶店だよね。なんかそうだね、なんかもうコーヒー屋さんみたいな。そうそうそう。ここで頼んだのは1杯900円もするムニールモカとフルーツケーキと1杯550円の中身ブレンドです。まあ、せっかくなので、ちょっと高いコーヒーを頼んでみようということで、900円のムニールモカを注文してみました。こちらは唯一のフードメニューのフルーツケーキです。すごいドライフルーツがもうぎっしり入っていて、でほのかにラム酒の香りがしてすごく美味しかったです。失礼しました。うん、おいしい。この日は平日だったんですけど、コーヒービミさんはずっと満席でした。ちなみに、うどん日和さんも松パンさんもコーヒーマンさんも基本満席でした。うん、平日なのにすごいよね、うん、すごい人気店。まーちゃんが好きそうだね。うん、そうなの。好きでしょ、これ。うん、ラム酒とか染み込んだようなお菓子ですね。わかる。ここまでいっぱい食べたり飲んだりしてお腹がいっぱいになったので、近くの大濠公園まで行きます。本当にすぐそこが大濠公園で、ここはあの以前の大濠公園 Vlog でも通った福岡城跡の近くです、はい、すごい今紅葉の季節でイチョウがめちゃめちゃ綺麗だった、ね、もう黄金って感じよね、うんうん、なんか大濠公園さ一回行ったからさ、もういいかなって正直思ってたけどさ、なんか秋は秋です、ね、秋はっていうかこう季節によってさ、変わるからいいよね、秋もすごくいい景色、うん、冬とかもだからワンチャン雪降ればね、あーいいかもしれん、綺麗かもしれないよね、あれ福岡タワーじゃない、あそこのピーンって立ってるやつ。おーそうかもしれない。ほら見てすごいよ、紅葉が綺麗で綺麗、うん、もうねいっぱい飛行機が飛んでてね、うん、飛行機地形っつってねもうずっと飛行機撮ってた子供みたい。いや本当に近いんだよ。ほら分かりますかね、これ多分肉眼で見た方がもっと近いよね。そうだね、ちょっとおもちゃみたいに近く見えるもんね。そう、もうカラスと同じくらいの感じだよね、もうね。知らない。大濠公園を散歩してそのまま大濠公園駅に行きました。大濠公園駅から空港線で博多に向かいます。博多には鳥皮を食べに行きました。でついでにイルミネーションも始まってるということでイルミネーションも見に行ってきました、うん、イルミネーション見に行きたかったんだよね、あの始まったって聞いたから。うん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 、まだ見てなかったっけ。うん、見てなかった。クリスマスツリーすごい綺麗。そして鳥皮を食べに丸井の下にあるうまいとの中に入ってる鳥皮大臣に行ってきました、うん、イエーイ。鳥皮どうでしたか、福岡の。美味しかったよ。なんかタレとさ塩があったけど、私は塩の方が好き、うん、なるほど、俺はタレの方が好きだった。あ、本当。なそれ以外にも豚バラとかね、うん、もう砂肝、豚汁、豚汁ぼんじり、うん、ぼんじり、そう、めちゃくちゃうまかったよね、うん、はい、ということで今回の Vlog は以上になります。今回行ったお店はどこもおすすめです。博多のイルミネーションもすごく綺麗なのでぜひ来てみてください。バイバーイ。